はっけよーい、残った。品津川さねみの勝ち。全試合終了。いやー、皆さん本当にいい戦いを見せてくれました。ありがとうございました。さあ、気になる結果はどうなったでしょうか。優勝はかまどねずこに決定。2位は胡蝶しのぶ。3位は品津川さねみ。いやー、なかなか意外な結果になりましたね。1位と2位が女性陣でしたね。3位の品津川は順当な感じですけどね。ちなみに4位は宇髄天元、5位がかまど炭治郎でした。皆さん本当にお疲れ様でした。これにて鬼滅の刃相撲大会を終了します。それではまたおとっさん放送局でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。